高キッドです。今日は PT の話をしていきたいと思っています。その前に前回、参議院選があったと思うんですけど、2016年7月、自分は選挙に行かなかったんですね。で、すっきりしたんですよ。で、もともと政治っていうのには興味がなかったんですけど、そういうことは、でもできるだけ秘密にしてきたんですよね。なんでかっていうと、なんか選挙に行かないとかっていうと、選挙熱心な人とか政治を変えたいとか一人の力が大切とか思っている人からすると、その選挙権を、国民の義務を放棄している非国民というふうに映りますし、で、その逆の反対側の軸の人みたいに見られたくないっていうか、その何も考えずに選挙に行かずに国のことを考えてないとか自分の人生のことを考えてないというふうに思われたくもないというか、なので黙って、基本的に政治に関心がないということについてはずっと、黙秘してきたんですけど、なんていうか、自分のコントロールできることをフォーカスしたいと思ってるんですよ。というのも、政治って自分がコントロールできないじゃないですか。だから結局なんでコントロールできないかっていうと、もう誰かが作った土俵だからですよ。誰かが作った土俵なんで、そこで勝負するっていうか、もうその土俵を作った人、そのルールを作った人、枠組みを作った人が勝つようにできてるんですよ。だから自分みたいにすぐ何かに腹が立つとかっていうような人たちは、そういう土俵に上がっても面白くないというか、なんかもう どうせ負けるっていうことが分かってるんで、なんかバカバカしいって思うんですよね。でもっと自分がコントロールできること、自分の人生を自己責任で自分ができることっていうところにフォーカスしたいっていう思いを持ってるわけですよ。で、じゃあ土俵に上がったら絶対負けるっていうのが分かってるんだったら、その土俵に上がらなければいいじゃないか、そこから出ていけばいいじゃないかって話なんですけど、その通りなんですよ。で、問題はなんで出ないかっていうことです。みんな分かってる人がほとんどだと思いますけど、そこから出ない、なぜかっていうと、やっぱり怖いですね。恐怖があるんだと思うんですよ。で、どういう恐怖かっていうと、例えば、社会の常識、他の人からこういうふうに見られるんじゃないかとか、やっぱりこれが正しいんじゃ、世の中的にはこれがやっぱりこう道理なんじゃないかとか、他には道徳観念だったりとか、未知への恐怖っていうものがあると思いますね。見えない壁が、自分の前に立ち塞がっていて、それを自分が乗り越えられるっていうことを信じられないというか、こんな話があるんです。有名な話なんで聞いたことがある人はたくさんいると思うんですけど、ノミのジャンプの話です。で、ノミっていうのはすごいジャンプ力が高いですね。もしノミが人間の大きさぐらいだったとしたら、仮にですよ、人間の大きさだとしたら富士山を飛び越えられるぐらいの、そのくらいのジャンプ力があるそうなんですよ。すごいですよね。でもそののみをこうガラスのコップにカパッと、生まれた時からガラスのコップにカパッと入れておくと、もうジャンプしたら頭に当たるっていうことでジャンプしなくなるんですよ。もうコップの高さまでしか飛ばなくなるんですよ。これがのみの話です。だから私たちも同じなんです。見えないガラスのコップみたいなものをもうちっちゃい頃からかぶせられて、もうここまでしか飛べないよ、これ以上飛んだらいけないよっていうのを、実は政府とか学校とか親とかに洗脳されて、そういうガラスのコップをいつの間にかかぶってるんですね。で、自分はこんなものとか人生はこんなものとかっていうことで、諦めさせられている。まさかその上があるとか、まさか自由に飛べるとか思っていないっていうことなんで、ガラスのコップがあるっていうことを、気がついてほしいんですよ。で、ちょっとこれ、言ってるとちょっと長くなるんですけど、政府って2つこう企んでることがあって、何かというと、お金っていうものを資産だと思い込ませたいんですよね。そしてどんどん人には孤立してほしいと思ってるんですよ。で、お金があればなんとかなるとか、その一人でなんとかしなきゃいけない、家族と一緒に住んでたら恥ずかしいとか、そういうふうに思わせていくことで、どんどんお金がないと生活が回らない生き方、ライフスタイルとか、政府に依存する、いろんな保障とか年金保障とか、いろいろなものをもう政府は助けてくれる存在というふうに、刷り込ませていって、思い込ませていって、どんどんこう政府に依存する、そういう体質を作りたいというふうに思っているわけですよ。なので
そんな人は本当はないんです。それはもうガラスのコップなんです。ちっちゃい頃から学校とかも親とか政府とか、まあ、CM とかいろんなプロパガンダで洗脳されてそう思ってるだけで、実は自分たちは自分の好きなように生きていいんですよ。人の数だけ生き方があっていいんですよ。一人一人自分の土俵を持ってていいんですよ。それをまあ忘れさせられているというか、そういうものが土俵を作っていいってことすら発想できないような、まあ発想になってしまっているというか、まあ悲しいですよねと思うんですけど、そこで今日おすすめしたい本がこれなんですよ。でもちょっと入手困難です。かなり入手困難、まあこれは非売品です。一般の 書店には売られていません。もしかしたらヤフーなんかのオークションなんかに売られてたりすることもあるかもしれませんけど、おそらく価格もすごい高いと思います。なので今日は自分がこれを、まあ、かいつまんでお話ししたいなというふうに思っているんですけど、 PT って聞いたことあります。ここに PT って書いてあります。 PTX って書いてありますけど、 PT って何かご存知でしょうか。よくね、自分もはっきり言って誤解してたんですよ。 PT っていうのはなんかパーマネントトラベラーっていう、まあ、略っていうふうに一般的にこう出回ってますけど、実はパーマネントトラベラーじゃないんですよ。実はすごいもっといい、もうピタリってもう、あ、まさにこれっていう役があるんですけど、それはちょっとまた後でご紹介しますけど、PT パーマネントトラベラーと一般的に思われています。自分もそう思っていました。それは、まあ、パーマネントトラベラーっていうのは日本っていう、まあ、例えば日本人だったら日本っていう国を出て世界中を旅することで、日本に住民票がない状態、もう常にこの人は旅行をしている、その居住地を持たないということで、その税金もかからないし、こう自由にもう自分の好きな気ままにもう好きな国をこう転々として自由に生きるライフスタイルというふうに思われているんじゃないかなというふうに思います。なんか脱税とか、そうですね、なんだろう、例えばその日本では違法なことをでも合法な国、例えばそうですね、スイスなんかだとお医者さんの前でコカインをやるとそれは合法らしいんですよ。そういう、まあ、ちょっとあんまりいい例ではなかったかもしれませんけど、そういうふうにこう法の目をかいくぐって自分の好きなことをやって、もう自由にわがままに、もう本当に無責任に、もうヒッピーのような、そんなイメージを持っているかなというふうに、まあ、思うんですけど、実は真の PT というのは違うんですよ。真の PT ってはというのはもう社会の常識、道徳、そして、未知への恐怖、見えない壁、そういうものを乗り越えて打ち破って、本当に生きたいライフスタイルを自由に、本当に生きたいライフスタイルに向かって自分のリミットを外していって自由に自分の人生を組み立てられる人、それを PT と言います。まあ、つまり自己責任な生き方、まあ、本当の自由を手にしているけれども全て自己責任、なんか国とかに頼らずに、国とか政府に頼らずに自分の土俵っていうものを作って、その中で勝負をしていく、自分の人生をエンジョイしていくっていう、まあ、そういう生き方です。で、結局その自分の好きなように生きる、自分に責任を持って自分の土俵で生ききる、もう真剣勝負をするっていうことは、なんか魂こう火がつくというか燃え上がってくるような、魂におおこれでこそ人生みたいな、響いてくる人生だと思うんですよね。誰かが決められて、いい学校に行ったらいい就職ができて、お金を稼げて、まあ、結婚して子供ができて、なんとなく幸せな気がして、人生、まあ、楽しかったなと思って死んでいくっていうのに、パッションっていうか、はあ、自分はこのために生きたっていうか、もう自分は生き切っているっていう、こう思いっていうのはなかなかこう抱きにくいと思うんですよ。でも自分の土俵を自分で作って、自分で切り開いていって、もうまさにこう開拓者っていう感じなわけですけど、そういう生き方ってもう血が騒ぐと思いませんか。まあ、ただこれはやっぱり開拓者、みんながみんな開拓者になってるタイプでもないんで、そのもう開拓者的な、まあ、10人に1人ぐらいですかね、まあ、日本人の、まあ、1億いたとして1000万人ぐらいが、まあ、響く、まあ、そういう生き方かなとは思うんですけど、恐怖がない、まあ、リミッターカットされている、でその自分で土俵を切り開くんで、例えば資産とかももう関係ないわけですよ。お金が なければないで、ないなりの方法をイメージできる、仲間と手を組んでチームプレーで
じゃあこの例えば世界中に5カ所ぐらい自分の知り合い、まあ、仲のいいこうチームを持っていたら、そこをお互いローテーションで、じゃあ自分がそのところに行くから君今度こっち来ないみたいにローテーション組んだりすると、家を持つコストも5分の1で世界各国に家を持てるとかっていう風な、そんな発想ですよ。だからもうリミッターをこうでないといけないとか、あこうあるものだとか、こんなもんだろうっていう、もうガラスのコップを取ってしまうんですよ。それで、もう自由な発想で、あこうやったら可能じゃんっていう方法を見つけていくっていう、すごいクリエイティブでエキサイティングな、そんな、まあ、人生なわけなんですけど、だから、まあ、資産とかお金とか、まあ、政府はそれがなければ死ぬよみたいなことを、まあ、ずっとちっちゃい頃から洗脳してるわけですけど、そんなことからもうすっかり自由になって、お金がないならないなりの、お金があるならあるなりので、決してそのまあまあこれはいいや、ちょっとどうでもいい話です。どうでもいいわけじゃないけど、ちょっと今は時間がないので外しておきます。とにかくポイントはイメージできること、そしてチームプレーができること、これがもう PT の必須条件になってきます。まあ意外ですよね、 PT ってなんか孤独自分勝手って感じがしますけど、そんなことないです。自由な人、こう、チームプレーをしていかに効率よく自分の目的をなすか、自分のビジョンを達成するか、そういうところにPT の目標があるかなと思います。一人ではやっぱり何もできませんと自分もやっぱり思います。で、まあ詰まるところですね、 PT とは何ぞやということなんですけど、自分の土俵を持って自分の土俵でプレーしている人だと思います。で、じゃあ PT じゃない人っていうのはどういう人かってちょっとイメージしてほしいんですけど、誰かの土俵、自分の土俵じゃなくて誰かがもう仕組んだ土俵で、もしかしたらそこには落とし穴があるかもしれないし、そこにはなんかちょっと不合理なルールとかっていうのもあるかもしれません。その誰かが作ったルールの中で、誰かが作った土俵の上で戦っている人、これがノン PT の人かなというふうに思います。まあ、今現在ではまあ自分はまだまだノン PT に属するかなと思うんで、ここをこう出したいなと、 PT の世界に入っていきたいなと思いますけど、必ずしも旅をするっていう意味じゃないんですよ。ここちょっと誤解されたくないとこなんですけど、 PT はパーマネントトラベラーじゃないんですよ。もっと別の深い意味があるんですよ。PT っていうのはもう生き方そのもの、もうあり方そのものなんですね。だから世界をどのように見ているのか、そして世界をどのように、まあ、自分の人生をどのように生きたいと思っているのか、まあ、はっきり言ってエレガントで優雅で洗練されていて自由でシンプルなんですよ。まあ、今日は、まあ、長くなるのでこの辺でやめときますけど、この PT について例えば PT の本当の意味とか、あとは5つのフラッグとかっていうのもあったりして、こうすると PT がやりやすくなるっていう風な原則があったりするしたりするんですけど、それとかあとはPT のたった一つのルールがあるんですよ。これができないと PT にはなれないっていうルールが一つあるんですけど、そのルールだとかをちょっともう話しきれないんで、まとめた PDF を、PT にちょっと興味があるなと思った人にプレゼントしたいなと思っています。まあ新春お年玉企画っていうことで頑張りますんで、まとめますんで、それをリクエストしてください。一つだけ、まあ、お願いがあるんですけど、あなたがこう将来自分はこういうふうな人生を送りたいんだ、自分も PT になって、まあ、PT にならなくてもいいんですけど、自分はこういう夢がある、こういうふうになりたいと思っているっていう夢とか希望とか、まあ虎視眈々と狙っている野望ですね、そんなことを一つ教えてほしいのと、もう一つこうそれができない、こう見えない壁、まあ、見えないからもしかしたら見えないかもしれませんけど、あなたにとっての壁になっているもの、まあ、理不尽なこと、なんかムカつくこと、なんか政府に対してこう憤っていうこと、人生に対して悔しいなと思う気持ちで、ふつふつとイライラと、なんかもう煮えくり返っている気持ちなんかがあるかなと思うんですよね。そういうふうなものをこっそり、まあ、簡単でいいんで、こっそり教えていただけないかなと思います。メールアドレスはvoicetotakakito@gmail.com voicetotakakito@gmail.com to は数字の2で、だから voice2 takakito t a c a q
UITO@gmail.com、 こちらの方まであなたの夢、そして、ムカムカムカって感じている、腹立つっていう、そういうなんか人生に対して、政府に対して、まあ、誰かに対してムカついていることっていうのを、こっそりと教えていただいた方に、この非売品の PTX の本のエッセンスをまとめたものを、簡単にまとめたものを、あ、これが本当の PT かっていう、 PT の本当の意味、役、それも合わせてお知らせしたいなと思いますので、こっそりね、メールをください。お待ちしています。それでは。